ついてる。今日はね、大阪からね、感度ビンビン超硬いのね、お米さんとピーマンさんがね、来てくださったということで、地元の池を一緒にやっていこうかなと。ちょっと行ってみましょうか。いいとこ入ったんでね、まずはお米さんから、ちょっとこっから見ましょうね。どうですか？何いますいます。船が多いっすね。船が多い、はい。船ベイト、船ベイト、ビッグバドみたいなのを改造して、はい、こんなの。すげえ釣れそうっすね。めっちゃこれね、めっちゃ釣れるの。30センチぐらいのやつも釣ってくるから。あ、そうなんですか。とりあえずこう溜めてやるときに魚を、はい、止めていくのにちょうどいい。大きいのやっぱ釣れますか？大きいのも一緒に釣れるわ。うーん、もうガチャガチャ釣ってる。出た、コバス釣り。いいですね。なんでカップルのイチャついてんの。なねえ。ちょっと彼女さんに来てほしいですね。ここむちゃくちゃ見えるっす。いや、40あれなしと、いたっす。はい。あ、ほんとだ、あそこいるっすね。クランスか、それ。ちょっとクラン。これジグやからね。あいつらには、パパ強いかな。ちょっとクランクじゃ引けんっすね。ちょっと魚が小さすぎんな。うん。いてててて。いてて、逃げるっすか。負傷。あったかいじゃん。うそ、くえ。手ごう、小さすぎるっすか。おお、やりよる。あいつはやりよるっすね。いや、取れない。下回遊してんのかな。うん。異変とか出てくる。うそ。来たけど。オッケー。釣れました。一応。貴重です。2回食うてきたらしいです。えい、スティーズミノ30アップ。はい、ありがとうございます。よかった。必殺ジャグベイトやったわ。必殺。今日ほんま痛みひどいな。なんでやろこれ。なんでやろこれ。昨日ここまでじゃなかったよ。まあまあやばいっすか。うん、ちょっとやばいわ。足むちゃくちゃ痛いね。ロキソニン S。 今どっちかやったら冷や汗出てんの。あ、よく寝て、行ってきてよ。ちょっと休んどくわ。はい、どうですか。意外と賢い。ここまでバカじゃなかった。ジャポ。それ何のバズですか。ユーリーで。あー、はいはい、出ました。ジェネレーションギャップだよ。バズベイトといえばゲイリーバズっていう。ゲイリーバズいいっすよね。じゃあほんまに使えろ。基本中の基本みたいな。うん、オッケー。よいしょ。抜く。葉っぱや。オッケー、抜くっすよ。ナイス。ちょっと怖いぞこれ。危な。怖いな。これ怖。よいしょ。ナイス。クランキング。当てた方が良かったっすね。
よかった。もうあの棒をめがけて投げてる。はい。で最初は当てずに巻いてきて、うん、2投目はちょっと当てるようなコースで。おー、食うんや。めっちゃいいや。めっちゃいいですね。やった。あざっす。イエーイ。これワンエイトね。これワンエイトっす。もうボロボロで。めっちゃ使い込んで。めっちゃ使い込んで。ありがとうございます。やった。ありがとうございます。よっしゃ。元気やな。めっちゃ元気。釣れると思わんかった。正直。ピラベやけど。よし。ピラベで釣る。行きましょう。巻こう。巻きましょう。あ、見えます？おお、行ったとこで釣るんはすげえっすわ。やっぱりして教えてへんな。あるっすね、めっちゃ。多分その辺めっちゃ浅いから、行ったら食うっすよ。やっちゃいましょう。僕は食ってくれません。あ、おお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 はい。それ今何ですかそれ。ロースト。ああ、はい。でもあっこの中おったよな。あれ一番角じゃない。もういっちゃん角っす。いや俺も落として意外と。はい。不満。もう波紋立ててきたっすよ。あ、もうあって。はい。ジグ。テキサスです。落ちたやつか。いや。いや。いや。一発出てくる。はい。ジグで一発当たり出てる。はい。いやー。いやーすか。ちくしょう。難しい。本当ですか。ジグで2回と。はい。で、はい。あくた。あれいなくなった。イエーイ、イエーイ。ここいるな。ここいますね。どんなの。あ、ちゃんとテールなの。でもそれ、そのクラスで普通に食ってくんねん。食ってくる感じですね。なんかもっとあれなんかな、シャットテールみたいにピリッと動く方がいいのかな。ああ、それあれか、あの、あれかもしれないですね。そう、地元民にはかなわないです。さすがじゃないですか。取ってたらね。取ってたらね。取ってたらっす。なんか池原とかよう行かれてますよね。ビザバ好きやから。うーん、ビザバですよ。みんな俺のことビザバの人は思ってはんの。はい。ビザバの人結構餌食ってる。食ってるっすね。多分これ今風がさ、こう引き寄せられてるから。はい。冬が多分寄せられてないから。あおい、かかった。あはい、ぶっこ抜き、はい、よっしゃ。ジグで1/4。いいっすね。見えたっすもんね、今なんか見えたな。バーンと持ってった。持ってった。そう、あの、僕実はラバージグで釣りたくて釣りたくて。実は、実はここ1週間ぐらい。よかったっすね、それは。ででーん、
ラバージグで。ルイ君ありがとうございます。おかげさまで。いやいや、すごいっすよ。来たっつって釣るっすかね。まあ可愛いけどね。いやいや、全然。ありがとうございます。ラバージグいいっすね。引っかかったし。いそうなとこ潰したし。と。ついてる。あれ、あれ。中でしてるっすね。いいんですか、これで。しんど。さすが。びっくりした。わかるもんですね、中で食ったら。はい。しもばす。しゃ。移動しますか。移動します。移動してもいいし、もうちょっと楽しんでもいい。なんかでもこれ絶対パターン。パターンですね。ここのあれじゃない、このひしもの。はい。一回落として、クーって持ち上げて、ここでシェイクしたら食えへん。あ、クースクース。もぞって。多分、このひしもの上に多分、ひしものこの真裏に多分、ちぎるがついてないと思う。あー。やったら、ほんでちょっとボイルしたとか入れたら、もし。クースっすね。もう入れたら食うみたいな。ほんと、多分食えてないんやろうけどね、これ。明らかになんか、ちぎるが逃げちゃってるから。うんうん。食い水して、うーわ、最悪や、思ったら、ことって。いただきみたいな。釣ったで。え？32センチや。上がってない。32センチ、開かないやろ。動画できそう。いきますか。まあ、パパ次第。パパ次第ですね。なんとか。釣れてなくてもできます、今日は。クランクです、相変わらず。はい、釣れます。ここでグリ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 、トゥン。釣れません、ありがとうございました。きついっす。オープンにはいない。攻めれんとこにいっぱいいる、いそうする。くらい、春やったら出てない。出てるっすか。見ればそうなんだ。いないっすね。シーズンだ。こんなんシェード入りますよ。これすごいやろ。それやばいっすね。でも珍しいよね、最近ってみんな高断性に慣れてるからさ。はい。グラスの音も振られへん。ああ、そうなんですか。まあちょっと投げづらいですけどね。投げづらい。ちょっとペナーンってしてんなみたいな。俺はあの昔から昔のサオってカーボンとかでも結構ペナーンってしてた。逆に高断性の方があの勝手に振られてしまって。投げにくかったり。これめちゃめちゃ高断やね。あ、本当ですか。うん、ゼナック。これは全然使える。うん。ねえ。あれする？あのさ、ルイ君最初に言ったコバスめっちゃ釣れるんですよ。はいはいはい。コバス無双でもしに行く。コバス無双してやります？この近くにもコバス無双できる場所があって、しかも。おお、うっそ、投げたのに、投げたのに、やられた。マジか、やられた。後ろで抜かれた。コバス無双すごいだ、コバスやった。ありがとうございます。いいえ、さすがっす。今日はジグの日やね。ジグの日ですね。あの、ほんま一番角に落ちた瞬間来てた、はい。マジっすか。フォールでもう、トン。ここにポッて入れて糸張ろうかな、ビャーン。おったんかい。おったっすね、マジか。いけてんけどな、あそこビッグベイト。いつじゃ無理やわ。まあまあまあ、言ってたとこ行きますか。
あれでもさ、ブラックって撮ったりたまに撮れたわ、なべなべ。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。